ともにさん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日2月の28日金曜日、リミットレギュレーションと一部月の仕様変更が発表されましたんで見ていきましょう。遊戯王イシズリンクス終了のお知らせですよ、皆さん。やっとあのクソババアの顔をね、あの見ないで済むようになりそうです。早速スキルの仕様変更およびどうやって修正されるのかっていうのを見ていきましょう。スキル変更は3月の18日からなのかな。結構遅いですね。まだあの20日ぐらいあると思うんで、20日ぐらいあると思うんで、3週間ぐらいだから、まあ、まだまだあの調整するあの時間は長いです。で、どういう風に変わるか。まずは墓所封印。墓地を活用するデッキに対して確実な優位性を得ることができるため、使用条件を加えて下方修正しますと。あれ、真面目ですね。真面目に一発目から真面目にあの来ましたけど、どうなるかっていうと、自分のライフポイントが、相手より1000以上少ない時に使用できますっていう文章が加わりました。あとは同じこれね、1000減らさないとつかないんで、その小遣いとかあれば一応いけるんですけど、ただ先行初手で打つっていうことができなくなるんですよ。でそうするとやっぱりその知らないとか打点手とかの初動を止めれなくなるんですよね。なんだけど、その2つのデッキをなんか一応手を加えてきたから、今回はまあここでバランス取ってるのかなという。まあこれからもね、いろんなデッキを潰していく可能性があったんで、このスキルは、まあ、必要悪とはいえ、まあ、 仕方ない修正だったのかなと思います。ババアを打つっていうことですね。はい。で、次、魔導将来。これね、殺していきました。召喚獣を、他のドロースキルと比べて対象カードを括弧、召喚師アレイスター、これ括弧抜けてますね。これこのスキル修正のちょっと括弧が抜けてます。対象カード括弧召喚師アレイスター括弧閉じを限定しやすい上、強力な魔法使い族も実装されたため、括弧強力な魔法使い族括弧召喚師アレイスター括弧閉じですね、も実装されたため、スキルの使用条件を下方修正しますと。どうなるかっていうと、1500ライフポイントが1500減るごとに使用できますよっていうスキルになりました。なんでね、小さい1枚で打てなくなるんですよ。これ結構きついですよね。で、後でやりますけど、そのリミットでも召喚獣殺しに来てるんで、エレメントセイバー召喚獣に関しては多分ね、死亡しました。死亡と言っていいと思います、多分ね。はい。で、問題は、本日の、小脇メールマキシマム枠、代償を払いすぎるデュエリストが多いため使用回数を制限します。確かにとしか言えないわ、こっちは。確かにとしか言えない。あのスキルに関してはもう一切代償ではありませんでしたからね。何の代償なのかっていう話ありましたから。だってデッキトップ送ってライフ回復しちゃってんだもん。しかもなんかスキル何回も使えるし、何の代償かちょっと意味不明だったんで、あれに関しては。でどういう風になるかっていうと、1000減るごとに使用できるのは同じで、他も同じ、回復するのも墓地送るのも、スキルはターン中に一度で、かつデュエル中に2度しか使用できないよっていう感じになりました。なんですけど、これそもそもその打点師で使われてたんですけど、打点師がリミットで死亡してるんで、なんかここまでする必要性があったのかって言われると微妙。ぶっちゃけちょやりすぎ感はあるね。自分で予想しておいてあれだけど、やりすぎ感は あると思う俺これは。これやりすぎじゃない。で、これですわ。これが問題なんだよな。魔法の使い手とワラシエンジの使い手と僕のモンスターカード僕もんってやつね。これが初期手札に、要は狙ったカードが入りやすくなるっていうことで入りづらくしますよって言われてるんですけど、どうやって修正されるか分かんないんですよ。まだ見てください。スキル本文は変わりませんとしか書いてません。多分これ予想なんですけど、今調整してんじゃない。そのスキルの修正日が3月の18日なので、今多分ね、頑張って多分ね、コナミの内部で、ね、どうすればいいんですかねっていう会議が開かれてて、ポケモンに関してはで、なんかどうしたらいいかを今多分考えてるんだと思う。多分いいバランスを、難しいんだよポケモンとかって、結構多分プログラム組むのも。なんでこれはね、まだ分かんないから、どうなるか、その分かったらお伝えしていこうかなと思います。で、創造者キングオブ今更強化が来ました。手札に加えるカードの水準を現環境に合わせ強化します。一つ言っていいですか。遅い、やることが遅い、仕事が遅い。ビシッと言いますけど、仕事が遅いです。これに関してはね、もうずっと言ってたから。創造者スキル本文分かりませんが、効果の仕様変更が3月24日から提供されますってことで、何になるか分かんないけどね。サンダーボルトとかブラックホールとか
なんかそういう系のカードを追加してくるのか、まあ、モンスターではなんかそのなんだろうな、ファイバーポットとかカオスポットとか、ちょっとわかんないけど、なんかわかんないけど何か追加されるかはスキルで、まあ、そういうあの楽しみなカードが追加されてほしいなと思いますね。まあ、これに関してはキングオブ今更強化で裏サイバーリー奥義とあとカモン王者のことあたりはね、結構嬉しい強化があって、裏サイバーリー奥義とカモンに関しては裏サイバーリー奥義がまず裏サイバーリー奥義、裏サイバーリーデッキの切れ味を上げるため強化を加えますと、なんかモンハンかなんかやってるこれ、なんか、このゲーム作ってるのカプコンなんですか、これコナミって聞いてたんだけどカプコンなんですかね、もしかしたらこれ切れ味を上げる、なんかモンスターハンターしないで、裏サイバーリー奥義はどういう風な、まあ、強化があるかっていうと、1000減ることに使用できて、手札を1枚デッキに戻してデッキからランダムに1枚手札に加えるっていう、要はその戦力補充とかいうスキルと同じになるんですよ。これ何が強いかっていうと、そのね、今まではドローフェーズに発動するスキルだったんで、その小伝い打ってで次のドローフェーズに打たなきゃいけないんですよ、スキルを。なんですけどこれ後引き小伝いで打ってでその後いらねえ手札を戻してデッキから手札に加えることができるんで、好きなタイミングでスキル使えるんですよ。これめちゃくちゃ強いんですよね。ドローフェーズに打たなくてもよくなるから、これめっちゃ強い。カモンも同じで1000減るごとに手札デッキに戻してからスキルで引くっていう、まあ変える、要は手札の質を入れ替えるっていうスキルになるんで、この2つは強いです普通に。で王者の鼓動はまあそんなになんか環境で使われる、まあ、スキルじゃないんだけど、レッドデーモンドラゴンが存在してれば、この3つのカードの中からいずれか1枚を手札に加えるよっていうことができるんで、デッキ外から、まあ、普通にそのアドバンテージが1枚増えるんですよ。だから結構強いは強いです、このスキル。強いは強い、すげえ強いです。まあちょレッドデーモンドラゴン用意するのも簡単だしね、結構割とあれなんじゃない多分。クリムゾンヘルセキュアが多分一番強いかな、なんか魔法トラップカード全部破壊するみたいな効果あった気がするんで、めっちゃ強いです。で、レンドトラップと愛を与えるはなんか本文が分かりにくかったみたいな感じで、なんか本文の使用説明文がなんか変わりますよみたいな、感じらしいです。スキルの挙動に変更はありませんと、この2つはね。はい。で問題はですよ、スキルの、まあ、変更の詳細はこんな感じで、リミットレギュレーションのカード部門、カードね、これね、カードはね、予想通りだったね。まずリミット1は、リミット1予想で隣の芝刈りっていうのを予想してたんですけど、これはまあ予想通り、ちょ正直言っていいですか、これね、ここじゃないんだよね。でもぶっちゃけて言うと、予想した手前なんか言うのもあれだけど、これね、遊戯王あるあるで、その悪さを した根源というか根本のカードは規制しないんですよ、あんまり。その例えば芝刈りだったら芝知らぬ以外悪さしたじゃないですか。だから知らないカードにリミットをかければいいと思うんですけど、普通は。なんだけどね、なんか知んないけどね、芝刈りにかけてくるんですよ、遊戯王っていうのは。OCG とかでもあるあるで、これなんかここじゃねえんだよみたいな話なんですよね、一応。まあまあ仕方ないかな。でもこれはだから他のネタデッキが知るんですよ。ネタデッキとかあとジェムナイトとか芝を狩るデッキが知るんですよ。まあそれはまあその知らないに文句言ってみたいな、知らんに文句言えみたいな話はあるんだけど、これはなんか他にやり方あったのかなと後から考えると思うね、うん。でまあでも OCG でもその一応全貨持ちなんですよ、こいつ。リミット規制入ったことあるんで、まあこれ仕方ないところはあると思う。でリミット2、これですね。で打天使イシタム、打天使死亡です。打天使死亡したわ。打天使死亡、完全に死亡。イシュタムリミット2ってことは、階段と一緒に合計でどっちか2枚しか入れられないんですよ。どっち両方合わせて要は2枚ね。OCC と違ってリンクスっていうのはリミット2とかっていうのはその全てのカードの中から、そのリミット2に入っているカードの、群の中から2枚を入れられるっていう、だからちょっと特殊なリミットなんですけど、これがね、打天使が完全死亡しましたね。その追放を引いたところでイシュタムとか階段がないとかもあるし、全然どっちかないとかね、結構辛いね、打天使。ちょっと死にすぎたかな。でも、ぶっちゃけ結構打天使って環境長く居座ったんで、まあもういいかなっていう感じなんでしょう。おそらくね。なんかそのスタン落ちみたいなもんですよ。ポケカでいうところのスタン落ちみたいなもん。多分ね、イメージ的には。で、妖刀知らぬいは、まあ、まだいけると思いますね、これに関しては。その芝刈りはリミットになっちゃったんで、なんかね、そのスキルの魔法の使い手も修正されるんで、
ちょ、わかんないんですよ、まだどうなるか。わかんないんですけど、ただ、多分ね、わなじく知らないとか、レベルコピー知らないとか、レベル上昇知らないとか、まだ多分強いんですよ、全然。全然いけると思う、多分。墓所も死んだしね、あの、結構。だから、割と展開を邪魔してくるカードはないから、多分なんとかなるんじゃねえかなと思うね。4等知らない、リミット2だけど、めぐるとかと併用できないとか、狡猾と併用できないとか、まあ、いろいろあるけど、まだなんとかなると思うよ。うん、いけると思う。よ、あの、知らない時代は、死んでない。で、ブラックフェザートップのおろし、これはね、ブラックフェザーちょっと若干弱くなるんですけど、ただ他のそのブラックフェザー自体がその相性が悪かったデッキ、例えば知らぬいとか、あと打天使とか、なんかエレメントセイバー召喚獣とか、ああいう相性が悪かったデッキが弱くなってるから、だからね、逆に、まあ、弱くはなったけど据え置きぐらいの強さあるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってて、ただね、これおろしがリミット2になることによって何が起きるかっていうと、その指紋入りした場合に相手の不正をまず局所で飛ばせない、局所的ハリケーンで飛ばせないっていうのと、要はライケルとおろしを入れるからさ、多分さすがに、なのでまず局所で飛ばせないっていうことと、あとおろしおろしができないから、その指紋おろしおろしっていう手札にならないから、底なしがケアできない、底なしケアできるんですよ、おろしおろしがあると。だから底なしがちょっとケアできなくて、それがね、底なしかまでやね。だからそういうのがどうなのかなっていう、あ、モーレフもそうだけど、まあ、モーレフはいなくなるからいいか、そんなに今いなくなるか分かんないけど、要は多分ね、底なしとかかなでやったら裏側のカードをケアしにくくなるかなっていうイメージですね、ブラックフェザーは。まあ一応ジンとか採用すれば、まあ、シンクロ自体は多分できるんですよ、妨害がなければ。ただ局所とかで戻せないから、多分まあコズサイとかナイトショットでなんか1枚をこう除去できればいいけど、その総合的な目で見るとバックが厚いデッキには結構きついんじゃないかなっていうイメージですね、局所が4つ目ないから。はい、で霊獣に関してはこれ、ね、分かんない、まだ構築自体はいけるんですよ、多分霊獣、まあ、長老2枚はちょっと、まあ、若干弱くなるけど、まあ、他のデッキも弱くなってるし、そもそもデッキ構築的には長老2枚でもまあなしではないかなと思うんですよね、別に牧門とかが修正されなければ。ただこれ何が分かんないかっていうと、その牧門の修正とその霊獣リミットに被っちゃってて、ちょ、分かんない部分が多いんですよ。だから霊獣はちょっとまだ俺も掴みきれてない、どうなるかは。まあ、弱くはなると思いますけどね、圧倒的に2枚だし初動減るし、牧門の修正もあるし、ちょ、分かんないな、これは。でも牧門とかのなんかスキルがどうなるかによって、まあ、評価変えようかなみたいな感じでね。今回の大きな目玉はね、リミット3なんですよ。リミット3っていうこのカード、これがですね、なんとずっと僕らがリミット3入れろみたいな、リミット3作れみたいなこと言っていたと思うんですけども、それが実現しまして、ES 召喚獣を殺しに来た。要は霊神の聖殿とコズミックサイクルのリミット3に入れることによって、このカードの中から合計で3枚しか入れられませんよっていうことなんで、要はコズサイ3、霊神の聖殿3ができないんですよ。結局それができなかったら ES 召喚獣って弱いんですよ。だしそもそもスキルで魔導将来もスキル修正食らってるから、結構ねアレイスタが引けないっていう問題があるんですよね、召喚獣側デッキ厚くしちゃうと。またさらにだからね、まあ死亡って言っていいと思うんだよね、知らない ES 召喚獣自体は。うん、まあちょっと召喚獣自体が死亡したわけじゃないんで、アレイスターギミックが死亡したわけじゃないから、まあ他にもいろいろ多分組み方はあるんですよ。例えばまあドローセンス闇とか、もう同じかでも窓将来と1500だし、あれも辺の同じだから、あとなんだろうな、まあ牧門の修正もあるからな、なんかアレイスターを初手に持ってくるっていう方法が結構限られてくる感じはするかもね。初手じゃなくてドローセンス系でアレイスター確定ドローってできるんだっけ。あ、ドローセンスローレベルとかか、一応なんかそういう感じなのかな、ちょっとわかんないね。で次リミット解除についてですね、まあ、ウィズ解除、まあ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 今さら感は結構今更感はあるんだけど、まあ、今更キングオブ今更解除みたいなのがあるんだけど、まあ、ウィズ帰ってきても別に旧型めっちゃ強くなるっていうわけじゃないと思うんですよね。まあ、外役ムーブはできると思うんですけど、一応魔法トラップ毎回止めるみたいな、まあ、サイマジでいいんじゃねえかなっていう気はするんだけどね、そういうことやるんだったら。まあまあ一応強いです、普通にウィズは。横の2800あるからね、こっちに関しては。はい、うざいですね、非常に強いっていうのは、まあ、うざいっていう感じですね。で、サイバープチエンジェルに関しては嬉しい。これなんでかっていうと、やっぱりリミット1だったんですよ今まで、こいつなんで、きつかったんですけども、
おお、あ、じゃリミット2か、リミット2だったんだっけ、サイバーパチェンジルって。あ、わかんない、忘れちゃった。リミット1だっけ、あのリミット1だな、多分リミット1だったかな、多分プチェンジルで、これが解除になったんで2枚確かあるんですよね今。だから2枚詰めるからサイバーエンジェルは一応高校分回しワンキルみたいなことはできるようになると思います。またうん、面白いと思うね。あのまあ8儀式できるようになるから簡単に。でバイオン、これに関しては赤い彗星、トリニティチャレンジっていう、いわゆるその、ビジョンヒーロートリニティを出してなんかワンキルするっていう、ああいうデッキとか、あとは単純にやっぱり融合サーチしやすくなるので、まあ妥当だけど、ただヒーロー今エアーマンとかも来て結構強くなってるんで、まあ、ちょっと若干やりすぎな感もなくはない。ぶっちゃけ舐めてるとヒーローってすぐ環境なんか踊り出てくるぐらいのポテンシャルあるんですよ。だ結構強いっす、ヒーロー多分結構強い。マスクガン積みしてバイオもガン積みしたらかなり強くなるんじゃない、うん、と思うけどね。で、最後にずっと多分あの左側か右側に見えてると思うんですけど、一応リミットの、まあ、僕らが考えるディスコードのメンバーとかとも話し合って考える、まあ、強化されたテーマ、弱体化されたテーマ、まあ、据え置き様子見、されるテーマ、まだわからないテーマ、復権するテーマ、嬉しい2枠っていうことで、まず強化ブラックマジシャン、サイバー流宝玉クリストのこのあたりは圧倒的な、弱体化が全く受けていない、要はそのノータッチみたいな、デッキなんで、まあ、ブラマジサイバー環境なんじゃないこれからは多分だけど、まあね、あのうざいねシンプルにブラマジって相手にすると自分が使うと楽しいけど、相手にするとうざいっていう、まあ、デッキの、まあ、典型例みたいなのがあるんですよ。なんで、まあ、うざいね、普通うざいわ、うん、単純なあのすげえ俺の個人の意見言ってるけど、でサイバーリーも同じですね。自分が使うと楽しいけど、なんか相手に使うとマジでうざいっていう、まあ、デッキなんでまあこの辺の2つの関係なんじゃないかなと。あと宝玉クリストロンとかも結構強くなりますね、あの規制がノータッチだから。で弱体化は、打天使死亡、エレメントセイバー召喚獣が死亡、まあ、この辺はまあいろんないんじゃないかな、皆さんも。芝知らぬいは芝型は多分ねあんまり、安定しないんで、まあ芝叶え方ワナジクとか、まあ、ハリムシとか積んだりとか、あと新パックも来るんですけど、ライトロードとか、まあ、組み込んだりとか、まあ、いろいろ多分まだ芝刈り系のなんかことしてなんか生き残れるような気はするけど、ね、ギリギリで芝刈り系のデッキに関しては知らぬいに文句言ってくださいっていう話ですね。で据え置き様子見デッキ、芝刈らない知らぬい、まあ、これはまあそこそこ強いんじゃない、レベルコピーとか、まあ、レベル上昇とかもあるし、まあ、結構強いと思います。で墓所封印もなくなるし、ね、なんで、まあ、結構強い。で BF も、相性悪かったデッキ死亡してるんで、まあ、弱体化してるし、局所脳死局所挨拶局所的ハリケーン打てないけど、まあいけると思いますね、まだ全然。まあね、ちょっとどうなんだろうな、あのおろし2枚ができないのが結構つらいけどね。はい、でまだ分かんないのは僕も枠と、あと使い手枠と霊獣、これはなんか僕ものスキルの使用によるんだよな、そのこの辺は。僕も呼吸っていう最強のデッキがねあるんですけど、まあ、これちょっと分からん、まだ。で復権がディスンヒーロー、まあ、要はマスクヒーローとかもそうだね、バイオンが入ってるからとか、あと機械天使、そして嬉しい2枠がカモン、グラサイバー、リュウ、創造者みたいな感じでしょうか。はい、ちょだいぶね長くなりましたけど、こんな感じです今回のリミットは。まとめると、イシズリンクス終了のお知らせっていうのと、あとブラマジ環境落ちっていう感じでしょうかね。はいということで、またね次の動画でお会いしましょう。バイバイ。